失礼いたす。ああ、本日我らは仙台市は小豆島市にある金崎の笹釜館に来ておる。わしはここに来たかったんじゃよ。本気塾なるものがあるみたいですよ。一から魚をさばいて自らの手で笹釜箱を作るということができるんですぞ。参りましょうぞ。毎度毎度。伊達武将隊にござる。本日はよろしくお頼み申します。お願いいたします。本日は本気塾にお越しくださり誠にありがとうございます。本日の魚はマダイになります。胸びれの右側の方に刺していきます。刺していく、簡単に上の方、はい、上のところから頭の方まで、はい、入った入った。それでは頭と胴体が離れるはずです。危ない。離れました。はい、硬いなぁ。硬いな。はい、取れました。首を取った。三枚橋、尻尾のところに少し切れ目を入れます。そしたらその切れ目に包丁の先を背骨に沿って上の方に平行にって、包丁は平らに、はい、上から下に包丁を開きながら、少し中骨あるのでそこはちょっと力強く。はい、包丁の先を使って今度こちらの、はい、そこまで行った後、尻尾を少し切れ目入れしたら今度は尻尾また自分の方に、背びれは左側。はい、OK です。はい、次に皮と身を分けていきます。まず真ん中半分にします。少しここに切れ目入れます。斜めに45度ぐらいにしてもらって。45度です。左右に見ながら、そうですね。ははははは。おー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 、左右に振っときますよ。振りながら、骨についた身を取ってきます。あー気持ちいい。先ほどの身と皮分けたものをもう一回まな板の上にこれを細かく切っていきます、はい、次はさらに細かくするのにフードプロセッサーを使います。入れて細かくします。中に入れると、はい、よし。次はこの身を洗います。はい、線のところまで入れてここでかき混ぜます。団子状になってるのでほぐすように、はい、上の線まで、しばしば上積みだけ。脱水の工程に入りたいと。水を絞る。絞りすぎると硬くなるので食感が、はい、これでどうですか。なんか固めな感じが線でもないが、裏ごしをかけます。そしてどんどん回していく、はい、あんまり入れすぎてもなかなか出てこない。少しずつ入れたらいいと思います。これが一番力入れると思います。ほう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 、真っ白じゃん、真っ白な身。おお、はい、これは本当に骨が折れるというか。おお、せーの、3グラムぐらい。3、4、5。うわー、すごい粘りっけ。本気軸なので、実際職人さんが本当に下で使ってる、はい、これ全然一回りぐらい大きいですね。魚によって変えてるので、職人は違う方です。今から作るところを見せます。あ、うまいところ、ここで回せる。真ん中に刺して粘ってくるので、粘ってきたらちょっとだけ水つけて、はあはあ、で上と下を落とす。握りすぎると潰れちまうので、はあ、今度軽くでいってこういう形になったら肩にで軽く潰します。おー、綺麗。よし、じゃあこうまずは濡らす。いや、うまいです。はい、でそのぐらいだったら、うん、串を、はい、串を回しながらこの形にして、はい、ここに置く、押す、はい、
もうちょっと押してもらいます。もうちょっと押してもらいます。でも大丈夫です。初めてそのくらいできるのが大丈夫です。ああ、であれば。ああ。いや、うまい。筋が良いよ。はい、乗せて、はい。で、3本の指で。あ、それ以上。はい、それぐらい、そのぐらいで大丈夫です。はい。あ、うまい。もう、うまい、うまい、もういい。ここまで来たら、はい、はい。おー。ちょっと色が。あ、確かに。こう焼いてみたら実際こう膨らむんですね。はい、膨らむんで、はい、初めてこのぐらいできるのすごいいいと思います。こたび我らが体験いたした金崎殿の笹かまぼこ作り体験、うん、一から魚をさばくという本気塾、うん、ぜひ皆々も体験してみてくださる、うん、旅先体験コレクションにて必ずや体験せよ。いただきます。いただきまする。うん、おお、笹かま焼き上がりました。お持ち帰りください。ありがとうござる。大友殿、鳥山殿、こたびは誠にありがとうござった。ありがとうございまする。